はい、こんにちは。耳鼻科専門鍼灸師の岳先生です。このチャンネルでは耳鼻喉に関する情報を提供しております。今日お伝えするのは突発性難聴になる時の3つのサインについてご紹介していこうと思います。突発性難聴をですね、よく聞いたことあると思います。例えば KinKiKids の堂本剛さんがなってしまったりとか、浜崎あゆみさんが突発性難聴になったりとか、サカナクションのボーカルの方がね、突発性難聴になってしまったりとか、意外と有名人の方でちらほら出てると思います。私ももしそんな病気になったら嫌だな、怖いな、とかいう方ですね、いると思います。で、そういう方のために、こういう3つのサインが出たら、突発性難聴の危険性がありますよ、っていうのをご紹介していこうと思いますので、まずこの3つのサインが出たら、すぐ病院に行っていただくっていうことを実践していただけると、防げる、もしくは本当に軽く済むと思いますので、それを紹介していきますね。3つのサインになるんですが、まず1つ目が耳鳴り、2つ目がひどい頭痛、三つ目が耳の痛みになります。この三つのサインですね、一つずつ解説していこうかなと思います。まず一つ目の耳鳴りですね。いきなり耳鳴りがし始めた。これはですね、非常に危険なサインですね。耳鳴りっていうのは、たまにポッとこうすぐ出てくる時もありますが、突発性難聴の場合の耳鳴りっていうのは、大体聴力低下が原因の耳鳴りになってきます。つまり聴力が低下するとそれに伴って耳鳴りが発生するっていうことなんですね。なのでもし耳鳴りキーンとかっていう音とかボーとかゴーとかあとはジーっていう人もいます。いろんな音が鳴ります。そういった音が鳴ってきたらちょっとこれ要注意です。お、聴力がもしかしたら落ちているのかもっていうふうに思っていただくといいんじゃないかなと思います。非常に注意してほしいサインの一つですね。続いて二つ目のひどい頭痛ですね。これは突発性難聴のサインだけではないんですが、大体その突発性難聴とか顔面神経麻痺の前、直前の前兆として、1日から2日前ぐらいですね、発症の。ひどい頭痛が出る場合が結構多いです。もう本当にもう今まで経験したことないぐらいの頭痛、なんか脳がどうかしてるんじゃないのっていうような、普段から頭痛持ちの人でも、普段と違った頭痛が、すごく強い頭痛が出ている、そういった時は何かしら大きな病気のサイン、前触れなんですね。それが突発性難聴とか顔面神経麻痺になってきますので、ひどい頭痛が出た時にはもちろん痛み止めを飲んで対処するのも一つなんですが、すぐにこれちょっと病院、これはただごとじゃないなと思っていただいて病院に行くのが非常にいいんじゃないかなっていうふうに思います。もしくはこのひどい頭痛が出てしまっているということは、なぜそれが出てしまっているのかちょっと考えてみると、頭痛というのはそもそも首肩の凝りが強く出ていると頭痛になってしまうわけなので、こんなひどい頭痛が出ているってことは首肩の凝りが強いっていうことなんだ。つまり首肩の凝りが強いと耳への血流っていうのがすごく減ってしまうんですね。特に内耳への血流が減ってきてしまうので、そういった場合には突発性難聴のリスクがすごく強いです。やっぱ突発性難聴は内耳の血流障害っていうのが内容としてありますので、やっぱり血流が滞ってしまうと突発性難聴になってしまいます。ですのでひどい頭痛っていうのはひどい首肩こりが背景にあると、それは突発性難聴を引き起こす要因になりますよっていうことになってきます。最後3つ目が耳の痛みですね。この耳の痛みっていうのは、あんまりこう耳が痛いっていうことが起こることないじゃないですか。例えば、身近に起こることといえば、中耳炎ですね。皆さん、子供の頃によく中耳炎になったって親から言われたってこともあると思うんですよね。中耳炎の時は確かに耳の痛みが出ます。あと外耳炎とかも出ます。どっちにしても、外耳炎でも中耳炎でも、もしくは突発性難聴の前触れの耳の痛みだとしても、これらは全てやっぱり病院に行って対処した方がいいことになります。で、どうせ病院に行くなら、1週間後行くのでも、今すぐに行くのでも、どうせ行くことに変わりないですよね。なのでだったら早い方がいいですね。耳が痛いなと思ったらすぐ病院に行く。大体の方が1日2日様子見ようかなとかっていう方が多いと思うんですが、特にこの3つのサイン、耳鳴り、頭痛、耳の痛み、これがもう全部セットで出てるときはかなり危険です。突発性難聴の疑いがあります。なのでそれはもう迷わずにしっかりと病院に行くっていうことですね。しっかりと職場にも行ったりとか、主婦業やられてる方だったら旦那さんにちょっとお願いして子供見ててもらって、私は病院に行くとかっていう形でちょっと皆さんに協力していただきながら、最悪の事態をなるべく防いでいくっていうところの先手先手っていうものが非常に大事になってきます。で、先手を打つためにはこういった正しい情報っていうのが本当に大事になってくるんですね。やっぱ知らないがために手遅れになってしまったっていう方、結構うちにいらっしゃる中でも見る場合がありますね。
そういう方を見るたびに、あ、もっとこう正しい情報を発信しなきゃなとか、もっとこう困ってる方に届くような情報にしたいなとか、そういうふうにいつも思ってます。そういった形で思いがあるので、こういうふうに動画に撮らせていただいてます。ですので、今耳が聞こえなくなっていなかったとしても、この3つ、もしくはこの3つのうちの2つがあると、かなり突発性難聴っていうのが怪しくなってきますので、迷わず病院に行ってください。病院の何科に行けばいいかっていうと、メインは耳鼻科ですね。耳鼻咽喉科で大丈夫です。もしくは脳神経外科でも大丈夫だと思います。ただ耳鼻科の方が突発性難聴は詳しいんで、そちらも大事になってきますので、この動画を見て、少しでも怪しいなと思っていただけたら、病院にすぐ行くことをお勧めいたします。こんな感じで、このチャンネルでは耳鼻科に関する情報を出しております。ぜひ少しでも役に立ったよとかっていう方がいらっしゃいましたら、ぜひこの高評価ボタンを押していただけると、動画投稿のモチベーションになりますので、ぜひよろしくお願いいたします。それではまたお会いしましょう。